山順チャンネルは国語をみんなと一緒に楽しく勉強するそんな番組です。コロナに負けず勉強頑張るぞ。それでは今日は漢字の形と音、意味についての学習をしていきます。さあ、漢字の形と音って言っているけれど、これってどういうことだろう。3つ熟語があります。さあ、この3つの熟語の形に注目してみてください。共通の部分はありますか。探してみてください。そうですね、この部分が共通していますね。では次は音です。読んでみましょう。3、はい、要求。3、はい、野球。3、はい、救助。救という音が共通していました。このように漢字には部分が共通していて、さらに音も共通している、このような漢字がたくさんあります。みんなで一緒にそのような漢字を見ていきましょう。それでは教科書の36ページを開いてください。四角の一番の問題をみんなでやってみましょう。次の各文の四角に当てはまる漢字を括弧から選びましょう。どの部分が共通でどんな読み方をしているでしょうか。動画を止めて取り組んでみてください。答えを確認します。1番の四角の中にはこの漢字が入ります。共通の部分は、共通の音はかです。2番の四角の中にはこの漢字が入ります。共通の部分は、共通の音はせです。3番の漢字、これが入ります。共通の部分は、共通の音は即です。このように漢字には同じ部分、共通の部分と共通の音の漢字がたくさんあります。部分が分かれば知らない漢字も音を予想することができそうですね。それでは次に、漢字の形と意味について考えていきたいと思います。皆さん、この部分、何という部分か知っていますか。わかりますよね。行人弁です。役所と駅の間を徒歩で往復する、この四角の中には行人弁を使った漢字が入ります。動画を止めてどんな漢字が入るか考えてみてください。
格の中には役所、徒歩、往復の漢字が入ります。ではこの行人弁にはどのような意味があるのでしょうか。考えてみてください。行人弁には行くとか道という意味があります。つまり行くことや道に関係する漢字に多く行人弁は使われています。教科書の37ページを見てみてください。役所と駅の間を徒歩で往復する。母は恩人を招待し得意料理を振る舞った。裁判官は法律に基づいて判断する。この赤線が引かれているところには行人弁が使われています。なぜこれらの漢字が行くや道と関係するか気になる人はぜひ自分で調べてみてください。さあこの漢字何と読むか知っていますか。わかりますね。のです。この漢字には肉付きという部分が使われています。それでは肉付きが使われている漢字を3つノートに書き出してみてください。動画を止めて取り組んでください。肉付きが使われている漢字には脳、心臓、胃、肺、腸というように体に関係する漢字がたくさんあります。ですが皆さんの中に例えば期日の期、朝といった漢字を見つけた人はいなかったですか。体に関係してますか。してませんね。実はこれらの月の部分、この部分は肉月ではなくて月辺という部分です。肉月と月辺の違い、これも気になった人は自分で調べてみましょう。それでは教科書の37ページの四角の2番を見てみてください。次の部分を持つ漢字を集め、部分が表す意味を考えた後、漢字辞典で確かめましょう。4つの部分が紹介されています。1つの部分につき3つ漢字を考えてみてください。そしてその後、どのような意味があるかを考えてみましょう。それでは動画を止めてやってみましょう。1つ目の部分は浮かんむりです。浮かんむりを使った漢字、小学校6年間ではこのような漢字を学習します。浮かんむりには家や屋根の意味を表す漢字に多く使われています。2つ目、この部分は手辺と言います。手辺を使った漢字にはこれらのものがあります。手辺は手や手の動きを表す漢字に多く使われています。3つ目は立身弁です。6年間ではこのような漢字を学習します。
立身弁は心の動きや心情を表す漢字に多く使われています。最後、立冬です。このような漢字があります。立冬は刀や切るや裂くといった刀の働きを表す漢字に多く使われています。共通の部分を見つけることで意味を考えることができるということです。それでは今日の学習のまとめを行います。漢字を見たときに共通の部分がある場合、音も共通していることがある。さらに共通の部分があると意味の上でもつながりがあるということを今日は学習しました。同じ形があるかないかを考えると読みを予想できたり意味を想像できたりします。今後の漢字学習にぜひ役立ててみてください。また次の動画でも山順と勉強しましょう。これで学習を終わります。